どうも、大学のロゼの深夜です。はい、今日はですね、久しぶりにあの人とお会いします。まあね、タイトルにも入ってると思うんですけど、本当に久しぶりにあのエスプレッソライダーさんと会います。エスプレッソさんはね、結構長い付き合いだったりするんですよね。もう4年ぐらい経つのかな。俺が元ブログ始めてから割と早い段階で知り合った人ですね。で、その前から俺知ってて、で、すっすごいね、綺麗な映像作るの、マジで。で、なんだこの人やべえなと思って見てたら、なんかいつの間にか友達になったっていうね。まあ、YouTube あるあるですけれども。で、プライベートで飲み行ったりとかね、たまにしてたんですけど、まあコロナになって全然ね、会えなくて、ほんとね、1年半ぶりぐらいにね、お会いします。で、LINE とかしてたらね、ちょっと久しぶりにね、イルミネーションデートしようっていう話になってね。はい、今日は行ってきます。エスペスね、ほんとすごいね、素敵な映像を作るんですけど、あの人ね、動画で俺のことクソいじってくるんですよ、マジで。でもね、なんかあの、納車祝いとかね、結構もらったりとか、で、俺もそのお返ししたりとかね、結構そういうのいろいろやってるんですよ。なんかね、すごい仲いいんですよ。だから今日はちょっとクソいじり倒してやろうかなとか思ってるんですけど、まあ、わかんないです。まあ、そんなこんなんで、はい、今、同志にいます。で、同志カフェっていうところで待ち合わせなんですよ。で、今日行くとこは、宮ヶ瀬のイルミネーションですね。まあ、方角としては逆方向なんですけど、まあ、いいっしょ。まあ、少しぐらい走り取りたいしね。さあ、あと1キロですね。同志カフェ。で、行こうと思いつつ、一回も行っていない同志カフェ。エスプレさんはもう先に着いてるはず。俺はね、あの集合時間ギリギリです。すいません。あった、同志カフェ。さあ、バイクは？あったね。さあ、エスプレさんと合流しました。なんかね、久しぶりに会って話せて嬉しい気持ちと、なんか元ブログってこんな感じだっけみたいな。なんかそんなこと思ってます。さあ、とりあえずね、イルミネーションは宮ヶ瀬の、水の里？なんかね、そんなとこでやるみたいです。はい。とりあえずもう今から直行かな？いや、しかし、エッセンかっこいいな、マジで。てか、エスプレさんエッセンやっぱ似合うね。だいぶ暗くなってきた。いやー、つか宮ヶ瀬に行くのも久しぶり。マジで。全然行かないもんな。怖え。暗いし、なんか地面濡れてるし。やばっ。この時間のこの道やば。転ばないように頑張ります。渋滞えぐい。ああ、そういえばこっちだったね。もうすごいね、入るだけで一苦労だね。でもなんか前もここに止めた気がする。やばい、この渋滞は。いや、これ車絶対無理。でも6時に間に合ってよかった。さあ、イルミネーションです。はい、エスプレさんとイルミネーションデートに来ました。後ろに離れてボーネーカメラを向き合う。本当に久々ですね。多分こっち来たの4年ぶりぐらいです。4年ぶりぐらい。あ、めっちゃ懐かしい。そしてお互い一番を構えてる、ね、今日はよろしくお願いします。お祭りに来たみたいですごく楽しい。人がいっぱいいて、なんかみんなマスクはしてるけどコロナ前に戻ったような気がしてちょっと嬉しい。あ、こんにちは。こんにちは。これはいいな。それでね、そしてあっちには、
あれ映った。あじゃあ途中で帰るんでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、こちらこそまた行きましょう。ね、また遊ぼう。じゃあ次はあの伊東かどっかのグランイルミで懐かしい。いやー楽しかった。エスプレさんとこんなに遊んだのマジで久しぶり。イルミネーション見たらね、ステーキレストランスタンプってとこでお肉を食べてました。マジで見合わせのねイルミネーション面白い。一回行ってるにもかかわらず楽しかったってのをね、多分いいイルミネーションってことだと思うんですよ。知らんけど、なんかね昔の話をしながら盛り上がれる友達ってのもいいなって、はい、思いましたよ。まあ昔っつってもそんなめっちゃ昔ってわけじゃないけど、気がついたらなんか4年以上の付き合いになってるっていうのはなんかねいいね。まあまだねいろいろ大変な世の中ではありますけれども、はい、マジであの宮ヶ瀬のイルミネーションおすすめなんで、ぜひこの動画を見ていいなと思ったらね、ぜひ行ってみてください。ただね個人的な心残りとしては、赤と青のハートがなんかなかったのはなんでなんだろうなと思いつつ、もしかしたら見つけられなかっただけかもしれないですね。まあこれがわかるのは本当に昔の動画を見た人だけですね。はい、今日はですね宮ヶ瀬のイルミネーションでエスプレススライダーさんとデートをするっていう動画でした。もしですねこの動画をいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルはですねバイクに乗りたいと思うような景色や風景、そして情報を届けるチャンネルです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクの農場の新谷でした。それでは。